ビルヘルム・ゼバスティアン・フォン・ベリンクビルヘルム・ゼバスティアン・フォン・ベリンクはプロイセン王国のフザールの指揮官。フリードリヒ大王の配下でも最も著名な騎兵中将の一人であった。彼はヨハン・アブラハム・フォン・ベリンクとカタリーナ・フォン・コスポートの息子であった。またファルツ継承戦争中の1689年、ボンの後為戦で戦没したブランデンブルクの少将。 ヨハンゲオルク・フォン・ベリンクは祖父にあたる。ベリンク・フザール連隊の騎兵ベリンクは、1277年に、初めて文献に登場し、ポンメルンのユッカーミュンで近郊、ベリン村を根拠地とする旧家に生まれた。一族のクリストフ・フォン・ベリンクという人物が、1595年、ブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクによって、騎兵単位に任命されている。 また大トルコ戦争中の1685年、ブランデンブルクの大佐、ヨハンゲオルクフォン・ベリンクはブダレス戦死した。7年戦争の間、ベリンク家からは23名の軍人がプロイセン軍に仕えているが、そのうち20名が戦没している。ベリンクは1719年、東プロイセン、パウルスドルフの荘園で生まれ、1737年に順位として、 コルベルクで入営した。その時は身長が低かったので守備大隊への配属しか許されなかった。しかし1739年、国王フリードリヒビルヘルム・ウィッシーは彼を当時東プロイセンで倍増させていたフザール中隊の騎兵順位に抜擢する。1741年になると彼はフザール部隊の増設に伴い将尉に昇進して、 ヨアヒム・フォン・ツイー・テン・フザール連隊に配属され、モルヴィッツ、ホーエン・フリートベルク、そしてケッセルスドルーフで戦った。1749年から少佐に昇進すると、ベリンクは、プラハの戦いやコリンの戦いに参加して1757年、プールルメリット勲章を授かる。1758年、フリードリヒ大王が、弟のハインリヒ公子に、ザクセンにおける、 兵力増強のためフザール大隊の新設を認めた時王は、講師のもとへ、その指揮官として、中佐に昇進したベリンクを送った。この新しいフザール部隊は、黒い制服に緑色の紐を飾り、そのハンガリー風の聖望には、砂時計と鎌を手に横たわる骸骨と、カツカシスカという標語があしらってあった。そして、黒いフザールとして、 急速に大きな名声を博していったのである。ベリンクが、なおも参加できた海戦は、クーネルスドルフの戦いとフライベルクの戦いの2つのみであったが、より小規模な戦いにおいて一層その勇気と連達を示した。また1759年、パスベルクと呼ばれる地で神聖ローマ帝国のニコ連隊を、大砲3本、軍機4本と共に捉え、その功により、 フリードリヒダ王から大佐に任命された。1759年から1761年にかけて、ベリンクは、ポンメルンとメクレンブルクで指揮下のフザール連隊並びに、いくつかの不評大隊、総勢約5000名を率いて、スウェーデン王国の全軍に対抗し、その作戦すべてを地帯させた。その頃、スウェーデン軍に使えるフザールだった、ブリュッヒャー順位は偵察中に捉えられる。 ベリンクはこの若いユンカーと隕石関係にあったため、彼を捕虜として扱わず、自身の連帯に加わるよう説得している。ベリンクは1762年に少々、そして1776年に中将に昇進した。続いて1778年、ジャガイモ戦争とも呼ばれたバイエルン、継承戦争におけるボヘミア侵攻の折、経由地のトレンシュタイントガーベルで、 オーストリア軍のニコ大隊が捕獲された時、彼はフリードリヒ大王からクロア師匠とセンターラーの昇級を賜るほど、著しい活躍を見せた。帰国すると、ベリンクはシュトルプデ兵士の守備隊指揮官に就任し、間もなく没した。1747年以降、ベリンクはベスター出身のカタリーナ・エリザベート・フォングラーボーと結婚生活を営んでいた。この夫婦は、 下記の史上も受けている。アウトビンジアアウトモリの略で、ローマの鹿ダーレス・フリュギウスの著書、トロイアメツボの歴史についてに出展と思われる記述がある。この説得は成功し、以降ブリュヒアーは、プロイセン軍に加わり、後にベリンクの副官となっている。ありがとうございます。